アルジェリア発の近代的な路面電車、アルジェトラムこの項目では、アフリカ北部に位置するアルジェリア民主人民共和国の各都市に存在する路面電車について解説する。都市部の混雑解消と公共交通機関の拡充を目的に、2000年代以降、アルジェリアは国営企業が主導する形で、 路面電車の建設を進めており、2011年から営業運転を開始した首都、アルジェのアルジェトラム以降、2020年までに6都市で、路面電車が開通している。フランス領アルジェリア時代のアルジェの、路面電車建設中のアルジェトラムもともと、アルジェリアには、フランスによる支配下に置かれていた19世紀後半以降、アルジェやオラン、コンスタンティーヌなど、各都市に、 馬車鉄道や路面電車などの軌道交通が存在していた。また、1921年にコンスタンティーヌに開通したのを皮切りに、トロリーバスも各地に普及した。だが、第二次世界大戦後、都市の公共交通の主役は、自家用車や路線バスへと移り、路面電車やトロリーバスは1960年代までに全廃された。一方、 同年代以降石油や天然ガスなどの天然資源を糧とした工業化を進める中でアルジェリア各地の都市では道路の混雑が大きな課題となっていたほか経済発展が進む各都市の通勤環境の改善も求められるようになっていたそこで1984年アルジェリア運輸省は路面電車や地下鉄などの都市交通プロジェクトを進める国営企業として アルジェメトロ公社を設立した。その後は経済的な事情により数十年にわたって地下鉄ともども事業は停滞していたが2006年に主要都市の公共交通機関の改善を目的とした路面電車の建設方針が固まりアルジェやオランなど各地で路面電車の建設が始まった。そして2011年5月8日に開通したアルジェトラムを皮切りに 近代的な路面電車の開通が相次いで行われている。この計画で路面電車の建設案が発表された都市は16カ所であったが、そのうち2020年時点で開通済みの都市は6カ所で、同年には新たに1カ所が開通予定となっている。一方、それ以外の都市及びすでに開通した各都市の延伸については、石油価格の下落をはじめとした。 アルジェリアの経済悪化の影響を受け、建設や計画の開始自体が未定の状態が続いている。アルジェリア各都市の路面電車は、すべて特別目的会社のセトラムによって運営されている。これは、アルジェメトロ公社に加え、アルジェリアの公共交通運営組織である、アルジェ交通公社、フランスの公共交通運営企業のラトップデブの共同出資により、 路面電車の運営を目的として2012年に設立された企業である。オラントラムの電停セトラムが運営するアルジェリア各地の路面電車は、電停の販売窓口や自動券売機、電停付近にある販売を委託された民間の売店で乗車券を購入し、乗車時に国印機で乗客自身が国印を行う信用乗車方式が用いられている。車内では、 定期的に検察が実施されており、無賃乗車が発覚した場合200ディナールの罰金が課せられる。最初に開業したアルジェトラムでは開通当初無賃乗車が相次いだものの、その後は路面電車の認知度の上昇や利便性の向上もあり、運賃の回収率が上昇しているほか、以降に開通したオラントラムなどでは乗車券の認識機能を国印機に設置することで、 無賃乗車の抑制を図っている。また、セトラムでは一定の金額を支払うことで1ヶ月間、自由に、路面電車が利用可能となる定額制カードの、トースサールの展開も実施している。ただし、運賃と同様に、トースサールの月額は都市によって異なるほか、アルジェやコンスタンティーヌでは、他の交通機関も利用可能なカードが、ワルグラでは1週間分の定額制カードの発行も、 実施されている。シデイ・ベルアップエストラムの車庫アルジェトラム以降開通したアルジェリアの路面電車で使用されているのは急創四国であるフランスの鉄道車両メーカーアルストムが展開する超低床電車のスタディスである。初期の車両はアルジェリア国外に存在するアルストムの工場で生産されたが2013年以降はアルジェリアの港湾都市 アンナワに工場を有するシタルによる生産及び、最終組み立てが実施されている。これは、アルストムトランスポートフランス、アルストムアルジェリアに加え、スペインの総合建設会社のフェロビアル、そしてアルジェメトロ公社の共同出資によって2011年に設立された合弁会社で、アルストムの技術をもとに、路面電車車両の生産や整備を行っている。前述のように、 2020年の時点でアルジェリアには6都市に路面電車が存在するほか、2020年には新たに1都市で路面電車の開通が予定されている。これらを含めアルジェリアで運用、計画されている路面電車は以下の通りである。数値は2020年時点のものを示す。ありがとうございます。